そう、ナイス。あ、ナイス。そう。オッケー、オッケー。オッケー、ルール変えるよ。次は必ずツータッチ。必ずツータッチね。で、インサイドだけ。で、あと中の人は必ずツータッチするから、例えば、で、寄ってくるよね。もう一回出して、寄ってきて。で、これで足元に止めたらやられちゃうよね。だから敵がもし来るんであれば、どっちかいない方に逃げることね、しっかりね。必ず2タッチだから、ディフェンスもそこを狙うように。はい、よっか。必ず2だからね。そう、狙われてよ。そう、どっかで狙って、ディフェンスは。ここからパスをもらいたいときに、ゆっくりではなくて、顔を止めて、顔を上げた瞬間で動くこと。そういうメリハリつけてね。いこう。はい、OK。いこう。インサイドね、インサイドでいこう。そう、ナイス。そう。出しての、今読んでたよな、もうな。だから出し手が読まれたんだったらやめるっていう判断も大事だよね。もう絶対にツータッチするわけだから、そのパスをもうディフェンスが見えたらやめてこっちに出すとか、そこの最後の最後までディフェンスがどう動くかっていうのを見ることね。OK、 はい、行こう。そう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 。